ミートアサリスパゲティでございます。ミートスパアサリ大掃除終わってから昼ご飯でございます。そして君の起きた、さっき起きたんですか。うまい、これきました。遊部島でございます。どうも、今日はね、はい、西表島から車で約、はい、10分、はい、見てください。西表島ではなくて遊部島でございます。でも遊部島へはこの牛を乗っていかないとダメらしい。釣りするためにおっちゃんに釣りのやり方聞いてます。初めての釣り。ではでは、本日は初釣りをしてみようということで釣りのセット全部買いました。釣りのファンシーセットをゲットしたんで、今日はこんな仕様ですが、とりあえずやってみようということで。釣り待ってる間に、場所を変えて2個目のスポットでございます。港で釣りをしていきたいと思います。釣れんな、確かに。絶対こんな感じやしな。ほんまや、魚釣れた。すげえ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 。なにこれ、あ、マフエダイちゃん釣れました。2個目のストップスポットに行って釣れました。すげえ、こいつ丸飲みしてるで。マジで。ではでは、ここからはかぼちゃ収穫でございます。今日も港で釣りでございます。この釣り竿を買ったところで仕事終わりに釣る。負けた。おお また釣れました。同じの釣れてる。そっち行きましょう。あ、これなんだ、ナイフナイフ。うわ、やつさんすごいですね。確かにグングン鳴ってたっすね、今。これは、はい、さっき釣ってきた、クロダイの煮付けと、はい、クロダイの刺身と、はい、クロダイの味噌汁です。はい、今日はすべていただきましょう。
お疲れ様です。とりあえず午前やったかぼちゃ、午後から僕一人ということなんで頑張っていきます。りょうたはやすさんと君狩りっていうことです。ではまた。今日も京都で仕事終わりや釣りでございます。この港にて、まあでも時間帯的にもな、いい時間帯な。間違いない大物こいつ。今日も京都で煮付け、ごちそうさまです。いただきます。ありがとうございます。マジでなんかすごいよな、これ。